江南駅は愛知県江南市こちの町にある名古屋鉄道犬山線の駅である。駅番号は移住。江南市では当駅を中心とした周辺地域を市の中心角と位置づけている。旧駅名のこちのは江南市成立前の庭郡こちの町が由来。1954年に三町一村の江南市発足当初は解明せずに、 こちの駅のままとされていたが、1981年に、氏名に合わせて、江南駅に改名された。島式一面二線ホームの地上駅で、終日駅員が配置されている。すべての営業列車が停車する。なお、駅構内に分岐器は設けられていない。ホームは、犬山方を向いて、右にカーブしている。利用者が多い割に、階段の幅が狭く、エスカレーターは、 設置困難である。改札口は地下に2カ所あり、自動券売機と自動改札機を備える。この他、エレベーター専用の改札口が別途設置されている。駅構内にトイレは設置されておらず、駅北側の踏切に隣接した場所の公衆トイレを利用することとなる。かつては、駅構内に名鉄グループの旅行代理店である、名鉄観光サービスの店舗があった。 かつては、岩倉駅より利用者が少なかったが、岩倉駅の利用者減少に伴い現在は、犬山線の駅では、最多となっている。犬山線が当駅の付近で大きくカーブしている結果、駅利用者のエリアが広く、江南市の下半のほか、各務原市南部、大口町中部、西部、一宮市北東部からの利用者もあり、駅周辺には駐車場が多い。また、 駅周辺の県立港南高校、県立こ地の高校、私立立学園などに通学する高校生などの利用者も多い。平日の朝は狭いスペースに通勤、通学で電車に乗る客と電車から降りる客が交錯して混雑する。港南市の中央市街地に位置するのと旧カーブの途中に駅が所在するので、駅スペースの拡大及び高価化は困難である。 西口側には小規模ながら商店街が形成されていて居酒屋や飲食店が数軒ある。他は東西両側とも住宅地が広がっている。銀行は三菱 UFJ 銀行と愛知銀行の支店が駅西口の近隣に所在している。ショッピングセンタースーパーマーケット及び郵便局は当駅から最短でも徒歩10分以上離れた場所に所在している。 名鉄バス大口町コミュニティバスが運行されていた。このほか江南短期大学、江南自動車学校へのバスも西口駅前から運行されている。また定期観光バスも西口駅前から毎日のように運行されている。茅森駅との間の江南自動車学校付近に宮後ろ駅もあったが廃止された。名古屋鉄道い、e、の山線、ミュースカイ、 岩倉駅港南駅マイナス井野山駅、快速特急、特急岩倉駅港南駅、茅森駅快速急行、急行、準急、普通補定駅港南駅、茅森駅こっちの駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。